お疲れです。よしみです。今回は、編み物をちょっとやっていきたいと思います。まあ、編み物というとどうしても冬場ですね。まあ、12月から2月くらいがよく旬と言われてて、まあ、春先まで結構出回ってるんですけども、まあ、春先特にやっぱり編み物自体がこう肥大して大きくなるんですよね。で今5月なんですけども、まあ、今の時期も結構入荷したりするので、今回そうですね、編み物がちょっといいのがちょっと手に入ったので、今回編み物をちょっと蒸していきたいと思います。で仕込み方ってやっぱ塩で振ったり、まあ、いろいろあるんですけども、今回はちょっと2通りちょっとやっていきたいと思います。まあ、1つ目は、まあ、縦塩というか塩水にお酒を入れて一緒に漬け込んで、まあ、そちらで臭みを取って、仕上げた方法ですね。でもう一つは、醤油ですね。お醤油にも直接突っ込んじゃいます。でそれで仕上げちゃいます。でお醤油だとすごいしょっぱくなるんじゃないかと思うんですけども、結構うまみが増して美味しく仕上がります。で塩水の方で仕込んだやつは、その後にいろんな料理に加工して、そのあん肝料理に使えるので結構便利です。では早速、あん肝ですね、こちらをやっていきたいと思います。よろしくです。肝の血管のところを掃除していきます。こちらの血が流れてるところの血管ですね、こちらを取ってきます。次に血管とか包丁でちょっと掃除したら、次に薄皮があるので薄皮を全部取ってきます。はい、こちらも、薄皮ですね、あん肝の、全体的についている薄皮を取っていきたいと思います。はい、そしたらですね、ちょっと水でさらして、あん肝の、ちょっと血抜きをしたいと思います。はい、これで血抜きが終わってから今度仕込みに入ってきます。今回は、2種類のやり方でちょっとやっていきたいと思います。塩水みたいなのにつけるのと、もう一つは鰭醤油ですね、醤油にそのまま漬け込んだのと、2種類やっていきたいと思います。これで水切りしておいたのを今半分に分けます。はい、まずお水ですね、お水 500cc 入れます。そしてこちら料理酒ですね。はい、こちらも 500cc 入れます。はい、そしたらお塩ですね、お塩を、はい、こちら 25g 入ってます。はい、まず一つ目にこちら漬け込んでいきます。はい、こちらで、30分ですね、30分くらい置いておきます。はい、でこちらもう一つですね、お醤油ですね、お醤油でつけていきます。はい、こちらでこちらも30分ほど置いていきます。ラップ広げます。はい、これを一旦折りたたんで、ここでラップ同士をくっつけてあん肝の太さ決めちゃいます。で奥に、はい、巻いていきます。そしたら最初右手側の方だけくるくるっとして、こちらで結び目を作っちゃいます。そしたら反対側の方ですね、こちらも回していくとしっかりしてきます。でしっかりしていったら、あと結ぶんですけども、結ぶ前に、空気が入っているところあるんですね、こういうふうに、こういうふうにいろいろあるんで、ここを、用紙などで穴開けて空気を全部抜いていきます。そうすると蒸し上がりに、隙間のないしっかりとしたあん肝ができますですね。これで大体そうですね、大体取れたので、よいしょ、大丈夫ですね。そしたらこっちも結んでいきます。はい、この状態ですね、この状態で大体しっかりしてるんですけども、これを、今度は
アルミホイルで結んでしっかりさせてから蒸していきます。今度はホイルを引いていきます。でこちらですね、先ほどのラップでくるんだやつを、はい、ここでアルミホイルを引っ掛けて入れていきます。そしたら右手をぐるっと巻いて上に立てます。しっかりさせます。で今度反対側ですね、こっちもぐるぐるっと巻いて上にギュッとします。はい、このようにしっかりした状態ですね。これで綺麗な形が仕上がります。これでそうですね、中火で大体30分くらい蒸していきたいと思います。はい、では次巻いていきたいと思います。そしたらこちら蒸し器ですね、蒸し器で先ほどのこちらのあん肝を、蒸していきたいと思いま す、ね、そうですね、大体中火くらいで30分くらいを目安に、30分から40分くらいを目安に蒸していきます。火力が強すぎると、これが破裂しちゃってパン化する場合あるんで、中火くらいがちょうどいいです。はい、ではここからまず30分で、様子見たいと思います。そうですね、今35分くらい経ったんで揚げてきます。こちらであと揚げたら粗熱を取って冷ましていきます。はい、そしたらですね、ミニキュウリでちょっと蛇腹キュウリを作っていきます。でひっくり返して同じく、切り落とさないで半分まで包丁入れていきます。はい、こちらで蛇腹ですね、蛇腹になってます。これを、縦地をですね、塩水につけて、ちょっとしんなりさせておきます。はい、そしたらこちらあん肝ですね、あん肝かけていきたいと思います。はい、両方ちょっとね、綺麗に しっかり仕上がってます。空気穴抜いたのでしっかり隙間もなくぎっしり綺麗に詰まってます。はい、こちら先ほどの蛇腹にしたきゅうりですね、盛り付けていきます。はい、綺麗な蛇腹になってます。はい、こちらですね、こちらであん肝ですね、あん肝の完成になります。はい、実食です、いただきます。今回はあん肝ですね、あん肝の2種類やってます。じゃあまず醤油漬けにした方ですね、こちらいただいていきます。今回は両方ともポン酢で食べていきます。美味しく仕上がってます。やっぱつのもののあちらにはきゅうりが合いますね。じゃあ次にこちらですね、塩ですね、こちらにつけたやつで食べていきます。はい、いただきます。こちらも美味しいですね、それぞれの味わいが違くて本当に美味しいです。味がついてるんで醤油漬けおすすめです。こちらの塩水につけたやつもまたこちらも本当に下処理がしっかりしてるんで、まるっきり本当臭みもなく美味しいですね。食べ過ぎ注意。